はい、こんにちは。豆と申します。殺戮の天使、エピソード3実況プレイ、やっていきたいと思います。一気に来ちゃいましたね。前回はサディスト女からやっと逃げ切れて、ね。エレベーターの中でなんかザックが動かなくなっちゃったんですよね。どうしたんだろうね。エピソード3、楽しみです。ワクテカ。そう、ザックほんと急にどうしちゃったんだろう。死んではないはずだよね。よいしょよいしょ、重たい。あ、寝ちゃったのかな、注射のせいで。かわいい、この絵柄が目をパチパチさせて、レイちゃんが。あ、でも B2 まで来ましたね。もうすぐ地上じゃん。ん？ザック、B2 に着いたよ。ザック。ああ、起きてた。起きてたじゃない。生きてた。あ、よかった。着いたのか？うん。でも。おい、じゃあ行くぞ。ダメだよ。まだ、血も止まってない。ああ、血、あ、やっぱ出血が。だからこんなもんどうってことね。ダメ。傷だって閉じてない。開いたら危ないよ。だから大丈夫だって言ってんだろうが。ダメ。はあ？レイお前、何変な顔してんだ。ザック。ん？気失っただけ？ザック？大丈夫。意識がないだけ。まだザックは生きてる。でも、これ以上ザックを運ぶのは無理だし、起こして歩かせるわけにもいかない。それに血が、縫うだけじゃダメ。止血して消毒もしないと。このフロアに薬か何かがないか探してみよう。ザック、少し待ってて。必ず役に立つから。だから、それまでどうか。早く探しに行かなくちゃ。ほい、セーブしまーす。大丈夫？息をしているが目覚める様子はない。ちょっと出血多量すぎたんだね。ん？どうしたの？一人で置いていくのが。大丈夫、大丈夫。オルガンの音が？なに？明かりがついた。なんだかここ、変な感じがする。なになになに倒れたろうそくから煙が。この煙、なんだか毒？なんかラリってきてるよ。大丈夫？甘い匂い。今のなんだろう、一瞬頭がぼーっとした。ううん、そんなことより早くザックの薬を見つけに行かなきゃ。なんだろう、神が望むは穢れもなく偽りもないもの、己に問え己が何者か。これなんか前回の時もさ、そんなこと言ってたよね。望まれるべき生贄か、それとも天使か、はたまたそれ以外の神の救いを求めるものならば、すべてを晒し懺悔せよ。懺悔しなさい。懺悔。どうした？なんか教会っぽいですよね。なんか、なんかさ、これもしかして目の前にあるのは懺悔室？じゃあここは救い。動ける懺悔室入るの？扉があるが閉められている。中央に何時の名はと問う文字がある。ここは私の名前でいいのかな。レイチェル・ガートナー。おー、開いた。そうか、懺悔室だものね。なんか懺悔することある？待って、まだ入んない。なんだろう、他に何か調べられそうなものは？あ、戻れるんだ一応。ザックが起きない。傷がひどい。戻っちゃいけない。早く。分かった、了解。じゃあ行きましょう。でもね、この選択肢が入るのが怖いけど、まあ入ります。薬あるといいな。あるのかな。行こう。オルガンの音がする。なんだろう、またあの匂い。甘い匂いが強くなってるような。気のせいかな。出口がない。そんな、薬を探して戻らないといけないのに。手口も探さなきゃ。なんか光ってる。椅子の上に小さな瓶が転がっている。小さな瓶を手に入れた。中は何も入ってない。インク瓶。ほーん。壁に文字が。罪を吐き出せ。小さな瓶にでも良い。それは証となる。そして証を見つめ、己は何を思う。汚れを知るための扉は開かれた。鍵が開いたような音がした。この瓶に罪を吐き出すってどういうことなんだろう。こっちは？あ、いけた、普通に。あっちも。ここは鏡しかない。また文字が。己の姿をしかと見よ。生贄か迷えるものか、それとも悪魔か。ただ神が望むのは偽りのない姿である。どういうこと？なんで壁に文字が。それに己の姿を見よってこの鏡のこと。鏡には私が映ってる。私が映ってる。ただそれだけ。君は無知なるものか、それとも己を偽っているのか。ここは懺悔の間である。ここから出たければ己の破片を手にし、己を知れ。割れた。鏡の破片には人影が映っている。さっきの私がそのまま鏡に映ってる。変な鏡。でもこの鏡を持っておこう。己の破片って多分この割れた鏡のことだ。鏡の破片を手に入れた。ここに何もないなら、早く出口を見つけて別のところを探さないと。まあこっちに行きましょう。なんだ、なんかね、進むのが怖い。何？壁に文字が浮き出ている。罪を吐き出せ。それがわからぬのならば、引き裂いて引きずり出せばよい。特定の場所でメニューから持ち物を選択すると使用できる場合があります。え、鏡？どう？合ってる？待って！なんで？え？なにここは、何？また出口がない。何か書いてる。己の罪はその目に見えているか。もし黒く塗りつぶされているというのであれば、それは己がしたことだ。罪を消してしまったのか、それとも罪と気づいていないのか。己が見失った罪ならば、再びそれを完成させ、そこから流れ出た罪を受け止めろ。罪を再び完成させて受け止める。持ってる瓶に入れればいいってこと。え？どういうこと？額縁の中は真っ黒で絵が入っていない。何もない黒い絵。ここに何かを完成させればいいの？え？何するんだろう？待って、どういうことですか？とりあえず、できない。どれかを破いていいの？破かれた絵の隙間から子羊の書かれた紙が1枚出てきた。待って、猟銃の先が覗いている。切り裂いた隙間から。いやー、危なかった。あんな銃弾、瓶が割れてしまう。猟銃を構えた男の絵が描かれている。これをこれ、入れれる。はい。子羊の絵を入れると額縁の中に消えていってしまった。何も起こらない。完成するにはまだ足りないのかな。じゃあ全部切り裂いていかなきゃいけない。切り裂きたいって。破れた絵の隙間から、メスの羊か。メスの羊が描かれた、紙が1枚出てきた。メスの羊の絵を手に入れたと。何？切り裂いた隙間から蛇が出てきた。蛇が多すぎてこの瓶には入らない。それに噛まれないように気をつけないと。逃げながらこっちも切り裂く。夕暮れの中、急いで道を走る少年が描かれている。切り裂きたい。描かれた、少年は悲鳴を上げながら切り裂かれた穴に落ちていった。悲鳴は瓶に入らない。破れた絵の隙間からオスの羊が描かれた紙が1枚出てきた。オスの羊の絵を手に入れた。ちょっと、ヘビさん、そこをどいてくれないから。私そこに用事があるの。オッケー。はい。これで全部入れればいいんじゃない？はい。オスの羊を入れたと。何も起こらない。怖いなぁ。蛇が怖いよ。うわーい、蛇、怖い。額縁の中に羊の家族の絵が浮き出てきた。絵は完成したけど何も起こらない。己が見失った罪ならば、再びそれを完成させ、そこから流れ出た罪を受け止めろ。つまり、この絵を傷つければいいの？また傷つけるの？はい！絵から赤い液体が溢れ出てきた。この液体なら瓶に入りそう。赤い液体を小さな瓶に入れた。戻ってこれだけど、今のは何だったの？この瓶には液体を入れたけど、これでどうなるんだろう。わからないし、薬にもならない。ここには何もないな。少し戻って他を見てみよう。こっち側っていけないのかな？椅子がない。扉だ。さっきまで、ここにそんなものなかったよね。なかったよね。でも、いい。これでやっと出られる。行こう。暗いな。薬を探すのも進むのも大変そう。それにここにも甘い匂いがする。なんだろう、この匂い。甘いけど生臭いような。また頭がぼーっと。扉がない。どうして早くしなきゃいけないのに。とにかく出口を探さないとザックが危ない。ここのフロアはでもまださ、まあでも私迷い癖があるから、足跡がついてくれるのは私の足跡が真っ赤。これは私の血じゃない。でも、じゃあ誰の？なんか嫌な予感がしてきた。今まで切り裂いてきたのってさ、絵じゃなくて本当に人だったりしないよね。誰のだっていい。立ち止まってる場合じゃない。ザックの手当てをしないといけないんだから。うわー、なんか嫌だ。嫌だ嫌だ嫌だ。道には迷わないけど。道には迷わないけど。ずっと、回ってきたんだけど、一周。まあ、とりあえず、ぐるぐる回ればいいのかな。すっごい、足取り重くない？すごい足取り重たいんだよね。あ、なんかある。扉だ。この奥から音楽が流れている。はい。あ。もっと甘い匂いがする。甘いせいかぼんやりする。やっぱり少し酔ったのかな。このオルガンの音、どこから鳴ってるんだろう。もう足跡はつかないですね。一人でに引いてるんだけど。お前の懺悔とはなんだ。使われたいと懺悔する汝の心は、まことか。罪を罪だと神に捧げることができるか。だがそれ以前に、お前は罪の心が見えぬ。救いを求めるのであれば、罪とは何かをここの場で示せ。この場で罪を示せ。さっきからわけがわからない。でも、そうすれば救われるの。ここから出られるのかな。どういうこっちゃですか？オルガンのキーが勝手に動き音楽を奏でている。オルガンには天使の絵が飾られている。私には赤い液体が入ったインクがある。この絵を汚すことはきっと悪いことだから。この液体を使えば罪を示したことになるかな。使えと。はい。うるさい。耳が、頭がなんだかすごく痛い。ダメだった？大丈夫？レイちゃん。なにー？合ってるの？わー、綺麗。すごい綺麗。でも天使の絵が。こはステンドグラスがめちゃくちゃ綺麗なんだけど、教会だね。オルガンがまた、あっ、神父さんでしょうか。え、何怖い怖い、なんかドラキュラっぽいんだけど見た目が。君は誰だ？なぜ黙る？あなたこそ誰なの？私はこの教会の神父だ。グレイという。グレイさん。神父様。さあ今度は君が答えなさい。私はレイチェル・ガードナー。神父様はこのフロアの住人なの？いかにも。君からすればここの住人だろう。そう怖がらなくともよい。私は君がどのようなものかまだ判断しておらん。君がどういった人間かわからないのだから、裁きを下すような真似はせんよ。私は別に。では君はなんで、ここで何をしている？血を止めるものを探してる。ふむ、止血剤かね。それはザックが必要としているのだな。なんで知ってんの？そうだけど、知ってるの？当然だ。私は彼らのことを誰よりも知っているのだから。だがあいにくここには治療に使えるようなものはない。置いてあるのは、ダニーのフロア。戻らないとなの？そんな、じゃあどうやって下に戻れば。下に戻りたいのかね？ええ。ならば難しいことはない。私と共になら戻ることができる。あなたと一緒なら。ああ、そうだ。私はその方法を知っている。その言葉は信用できるの？私は偽りは告げぬ。ただし行くのであれば、君に少しばかりの試練を受けてもらわなければならない。試練？難しいことではない。私が君を何者か知りたいだけなのでな。今すぐ答えを求めはせん。自らの心で選ぶがいい。私はしばしここにいる。戻る方法はあの人しか知らない。一度ザックのところへ戻ろう。了解した。もうね、喉がね、戻ってる。この場所を通ったところですね。でもなんだかいくつか部屋を残しているよね。なんで不思議ですね。ザック、ザック、くそ。あの神父様に何かされたの？ああ。ザック、動いちゃダメ。声がカスカス。おい、レイ、お前どこに行ってた？ザックの血を止めるものを探しに行っていたの。ああ、お前一人でかよ。何やってんだ。だって、ザックを無理に動かすわけにはいかないもの。それに眠っていたし。バカだったら叩き起こせよ。そういうわけにはいかない。頭固えな、お前。それで何かあったのか？ううん。でも、B5 に戻れば医療品がある。今さら戻んのかよ。うん。でも、私が行けば。ザック、少しくらいおとなしくしてて。うるせえな、ガキじゃねえんだよ。鎌が表だ、これわけわかんねえ。ザック、ダメ、寝ていて。今から私が下に戻って取ってくる。ザックは横になっていて。ああ、ザックが死ぬ。鎌が重たいのは体がダメだと言っているから。勝手に俺が死ぬとか決めんな。そう簡単に死なねえってお前も知ってるだろ。でもお願いザック、私を役に立たせて。お願いってお前そう言えばいいと思ってんじゃねえだろうな。お願い。ああ、つうか降りる方法あんのかよ。それは多分大丈夫。お前一人で行って帰ってこれんだろうな。それも多分大丈夫。わかったよ。今は鎌もろくに動かせねえ。これじゃあ俺はお荷物だろうからな。違う。大して違わねえよ。でもお前が本当に死なねえって言うなら言ってこいよ。確かに俺は今腹が痛いし体も動かねえ。俺は寝る。うん。そして私は喉がガサガサ。おい、はい、なんでしょう。行くなら B6 まで降りろ。え？ B6 で俺がてめえを一番最初に見つけた場所。そん中にあるもん持ってこい。わかった。わかり、ザックまた意識がなくなった。あの怪我だから無理もない。あの神父のところに戻ろう。はい。というところで、ちょっと終わっときますね。声が本当気持ち悪いことになってきて本当に申し訳ありません。ということでご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチー。